今回やるのはソリッドをつないで口割れ防止の補強に使いたいと思います。使い方は今までのスレッドと同じです。で、今ねこれ結構雑に巻いてます。この雑に巻けるのもこれの良さ。くるくる巻いてきます。スレッドが潰れて巻いていくので山が大きくならないんで、通常のスレッドよりも太くならないです。なのでね、仕上げがすごくスリムに見えます。はい、これでまあひげを切ったら通常は終わりです。これあと強度どうなのっていう話ですね。これ強度十分あります。結構ね細いですけど十分あるんで、こういう補強にしっかり使います。